サウンドですね。サウンド。あれもう、サで繋がってきた。カナヤズ。サで繋げたから。サで繋げたから。リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ファンタスティックスです。パフォーマーの森夏樹です。ボーカルの中島外です。井口玲也です。パフォーマーの木村圭人です。はい。今回は、新曲、サンタモニカロリポップの歌詞にちなんで、ファンタスティックスから近い天国は、という壮大なテーマでトークしていきます。まあ、天国というか、自分の日々生活する中でオアシスとか、この場所いいなっていう、まあ、時間でもいいですけど、を話していこうかなと。ありますか？サウナですよね。なるほど。特に、外気浴の時間が、まさに天国かな。行ってますよね、めちゃくちゃ。もうね、目をつぶったら本当に天国になる。まあね、いわゆる整う。整うんで。なるほど。日頃、よく携帯とか見ちゃうじゃないですか。見ちゃいますね。でも、そういう時間ってもう全くそういうのを気にせずにいられるから。僕はですね、まあ、散歩が大好きなんですけど、散歩でたまたま見つけた公園ですね。おー、それはもう特定の1個あるんですよ。1個ないんですよ。公園で音楽を聴いて一人でコーヒー飲むみたいなのが好きなんですよね。そしてレアとはサウンドですね。サウンド。あれもうサで繋がってきた。散歩からです。サウンドじゃないですか。違う。場所でもいいんですけど、まあサウンドでもありですよ。はい、僕はサウンドです。なるほど。本当に、まあ音楽のそれこそヒップホップだったり、ランドビーとかたくさんあるんですけど、中でもネイチャーサウンド。なるほど。本当に焚き火の音だったり。ああ、そう、危険ですね。雨の音だったりとか、はい、だからそういう部分で僕のなんか癒しというか、オアシス的感覚を感じられて、移動してる時こうヘッドホンしてるじゃないですか、あれってまあバチバチのヒップホップとかじゃないですか？いや、それ全部いろんなジャンル違う。おえー、この状況見たら分かる。起きてる時はヒップホップ、寝てる時はネイチャーサウンド。そうだったんだ。かっわーありますね、リラックス作用があるやつ。いいですね。そして、ヘイトは金谷さん。サで繋げながら。サで繋げながら。縛られてない。今まで。何だ、魚屋さんって。魚屋さんじゃないやつ。じゃないやつ。映画ですね、これは。あー、映画か。やっぱお家で映画見るのもいいんですけど、やっぱりね、映画館行った時のこうなんか、他のことを考えずに、本当に映画だけを見れる空間が好きで。いるよね、そうなんだよね。そう、だから、映画ですかね、僕の天国は。あ、確かに。あのね、私はどうも渡された。ああ、ありましたね。98.何%が泣いたっていう題名なんで、テーマ的に。うん、俺も開始3分で泣いたんで。早いね。じゃあ早いんだよ。いつも一緒に行くんですけど、めっちゃ早い。そうそう。そこまで入り込める。だから引くんですよ、一緒に行ってると。引かない。だからその映画館行った時に、なんかずっと泣いてたね。頭からケツまで。ずっと泣いてた。どれぐらい泣いてんの？なんかこう、ちょろちょろなんか、みたいなのが。びしょびしょ。やだね。やだ。いい映画です。めちゃくちゃいい。ああ、はい。ありがとうございます。今回ですね、新曲3月9日にサンタモニカロリポップが発売されたんですけども、もう本当にリード曲のサンタモニカロリポップはおしゃれで、そしてトラックもねかっこいいので皆さん乗りながら聴ける楽曲なのかなと思いますし、まあ新曲2曲バラードともう1曲ね昔の曲と、まあ、バラード3曲と。サンタモニカっていうちょっと引きどころ満載の一枚になっているので皆さんぜひチェックしてください。お願いします。以上、ファンタスティックスでした。